回ハセドの戦いです。やっていきます。孫一らに救われ、三成は難を逃れたが、これを契機に徳川家康の天下取りが加速。ついに兼続と三成が家康打倒の兵を挙げ、天下を二分する熾烈な戦いが始まった。上杉軍の精神を恐れた家康は、政宗に上杉を牽制するよう要請。政宗は上杉軍を長谷堂城で捕捉した。長きにわたる戦いを通じて、政宗が秘める才気と大志に触れた孫一は、最後まで政宗に付き合うことを決意。政宗と兼続、宿命の対決の先に、孫一は何を見るのか。相手が出しでも戦うしかねえ。これが乱世の業ってやつだ。第4話、長谷堂の戦い。イケてる天下、打ち抜くぜ。イケてる天下、打ち抜くぜ。まあ、長谷堂は2回目かな。銀千代以来か。もうこれまで行こう。でででで。最上が救援を待ってる。先に長谷堂城に行ってるぜ。わしは砦を落としてから行く。城で待っておれ。諸君、歴史に我らの気合を刻むのだ。進め。守りを固めろ。三成との強撃策が外れちゃ、いくら金継ぐでもなあ。三成では家康に勝てまい。戦国の世もしまいじゃ。長谷堂城が落ちれば上杉との決着はお預けかな。させぬわ。この戦できっちり勝負をつけてやるわ。最上義行の敗走、いつの日か。人の気概は数に勝利するだろう。今日我らはその先駆けとなるのだ。兼続のやつ、玉砕して気概を見せようってのかね。開門。ウィーウィー、行くぞ。来たね、図面来たね。多分ミッション、まだまだ我らの気概を見せてやる。政宗と合流するまでここを死守しとかないとな。突破阻止、阻止しつつ。マジか。聞いたか。わしらも長谷堂城に兵を進めるぞ。むずくない？よいしょ。よしよし。敵将討ち取ったぜ。進め。あ、きついかも。勝て。老人相手に手加減なしか。きつない。で、色男が勝つってわけさ。まだ死守できてる？大丈夫？入ってきた？よく見えない。あれ、これ意外に誰か阻止してくれてんな。あ、お前止まってんじゃん。ふぅ、助かった。何してんのこいつ。命が縮んだぞ。責務全うしろよお前。もはや長谷堂城は容易には落ちる。次を攻めるぞ。次を攻めるぞ。行くぞ。めっちゃ援軍来た。この程度で天下に道を示せるのですか、兼続。守りを固めろ。開門。
伊達政宗など謙信と比べれば赤子のようなもの。守りを固めろ。この窮地いかに出すか。お見事。歯ごたえのねえ連中だぜ。接近する前に倒せってやつな。とりあえずこれ終わっていくわ。よしよし、OK、ここから行った方がいいかな。接近はさせんよ。進め。私の可愛い剣士がいれば、あんな城など。あなたは何者？その前に剣心って可愛かったよ。うい、誰ぞ助けてくれんか。成功。で、行くぞ。前田刑事。刑事出てくるの？守りを固めろ。残すは刑事と兼次。まずは刑事だな。刑事を撃破せ。OK。 で、まだ解放してないな。全部。ついに俺たちも敵味方ってわけだ。松風乗ってきたね。だな。さあし合おうぜ、戦に。お、連撃アップしたわ。おと。そう、無双ガードされるんだよね。よし。で、色男が勝つってわけさ。お見事。最下衆の力、こんなもんじゃねえぜ。いい刑事撃破。お疲れした。どの道、戦には太平のよう生きられないぞ。かぶいて生きるのに乱世も太平も関係あるかよ。討ち死に。討ち死に。刑事が撃たれたか。私も行こう。はいや。開門。マスカゼ。守りを固めろ。進め。はいえ。比べもんなれならねえな、この速さは。うーわ、マスカでやばいな。本当に比べものにならないね、この速さ。我ら上杉には毘沙門天皇の加護あり。かかれ。進め。兼次、父より譲られし上杉の気概託したぞ。下がれ。進め。で、色男が勝つってわけさ。ちゃっちゃん。Fuck!
さあと金継だけ進め。お見事。最下衆の力こんなもんじゃねえぜ。綺麗事で済む戦なんてねえ。この戦も同じだぜ、うん、知っている。あ、それでも戦わねばならんのだ。行くぜ。百発百中。百発百中。絶好調。よいしょ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 、もうちょいか。よしよしよし、我ら上杉の気概もはや存分に示した。悔いはない。ったく、どいつもこいつも生き急ぐなよ。切れてる。死んで楽しようなんて逃げてるようなもんだぜ。この銃に狙われたら逃げられないぜ。おお、技増えたね。いや、赤い素材だけマジで偏って出てんだよな。あー、風か。いや、これは落とそう。